セント・ジョンズ郡はアメリカ合衆国フロリダ州の北東部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は19万39人であり、2000年の12万3135人から54.3%増加した。郡庁所在地はセント・オーガスティン市であり、同郡で人口最大の町は未編入の町ポンテベドラビーチである。 セント・ジョンズ軍はジャクソンビル大都市圏に属している。過去10年間でジャクソンビル市で働く多くの人々が軍境を越えて家を新築したために爆発的な人口増加が起きた。軍経済の基盤は観光業である。セント・ジョンズ軍はフロリダがアメリカ合衆国領になった1821年に設立された最初の2軍の一つである。 当時国務長官のジョン・クイン・シー・アダムズがスペインとの交渉を行い、アダムズ・オニス条約が調印された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は821.43平方マイルであり、このうち陸地609.01平方マイル、水域は212.42平方マイルで、水域率は25.86%である。水域の大半は、 大西洋である。ポンテベドラビーチの日の出セントジョンズ軍軍政委員会は選挙で選ばれる5人の委員で構成されている。委員会が軍管理官を指名する。環境と農業に関わる主要団体がセントジョンズ軍土壌、水保護地区であり、地域の他の機関と密接に連携している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ヘースティングス町マリーンランド町セント・オーガスティン市、軍庁所在地、セント・オーガスティンビーチ市セント・ジョーンズ軍教育学区を5人の選挙で選ばれる委員で構成されるセント・ジョーンズ軍教育委員会が管理している。委員会は、軍内公立学校の運営を管理するために監督官を指名する。人口増加が激しいために、 高校の数は2000年から2008年の間に3倍になった。教育学区は州内でも評価が高く、州からはグレード A、グレートスクールズのウェブサイトからは満点の10点の評価を受けた。2008年から2009年の教育年度で小学校18校、中学校7校、高校7校が入っている。フロリダ州老毛学校は フロリダ州が運営する公的支援全寮制、学校である。ありがとうございます。